地獄から舞い戻ったぜ俺だ。はい、というわけで皆さん、レギュラーでございます。ごめんなさい、皆さんね、前回の動画で、正直、いろいろなね、ちょっとこう、パフォーマンスを、ちょっと見せさせていただいたと同時にですね、ツイッターの方で、本当に体調不良に対して、ご心配してくださった、方々が、たくさんね、リプライをくださいまして、本当にね、ありがとうございます。もう本当に、ご心配かけて、もう申し訳なかったです。もう今はもう、体調万全で、はい、もう大丈夫です。もう全然喉も回復しましたし、もう全然咳も出なくなったんで、もう完璧に治ったかなって感じのご報告をさせていただきます。はい、とかなんとか言いつつね、今日もなんやなんや夜勤明けでこれ撮影してるんですけどもね、もう今回はちょっと夜勤明けのテンションで、大変テンションじゃないとっていうのもまず一つ。そして僕はまだ死ねないよ、死ねねえんだよ、まだ死ねねえ。なんでかっつったらこれだ。そう、まだストーリーを僕は見ていません、イベントの。これはあえてです。動画で撮影しながらちょっと見ようと思ったんで、もう今回のねイベントストーリーは、はい、イベントエピソードですよ。もう正直ね、もう皆さんからね、ちょっとこうリップとかいただいてたら、もう本当にもうちょっと、もうぜひ見てください、リギャさんと、もうあなたのためのストーリーになっていますと、もうそれぐらいまで言われるぐらいのレベルだから、もう正直もう僕どうなるかわかんねえんだわね。今回の動画はちょっと前振りが長くなってしまったんですけど、イベントエピソードをねちょっと皆さんと見ていきましょうということで、はい、本当にもう俺得動画にしかなってないと思うんですけどもね、ちょっとこう共有したくて、この気持ちを皆さんとね共有したくてちょっとね撮影しているので、まずはこの触りから、もうだってさ、この時点でさ、カランちゃんとアイさんがいるわけですよ。マリちゃんもいるわけだけど、いやもうちょっとね本当に楽しみです。はい、ちょっとこう見ていきたいと思います。要所要所ね、多分ね、皆さんにお届けするのは要所要所の高まってる部分だったりとかになると思うんですけど、編集でうまいことします。さあ、いやさあね、どんなね、わあ、アイちゃん、私のぬか漬け食べていかぬか、花瓶のデザインに花瓶になる、留守番頑張るっす。天才ですね、天才、君は天才やな。遅くなってごめんね。おお、はい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 、かな、マリ全然大丈夫だよ。うわ、なんか一人ダジャレしりとりで時間潰して、合いますね、この3人ね、なんかカップリング的にね、時間ちょうどだから別に遅くないよ。なんかちょっとみんな出かけるみたいなくだりかな。おお、カナも気に入った感じ。あ、いや、いいね、下町っ子になっちゃう。いやいや、ここあちょこ、それとこれとは話が別。いや、海がないもの、そらあかんわ、残念やけど、カナちゃん海ないとあかん。もう生きて帰れるかわからん、これはほんまに。あなたたち、やっぱりカナンさんとマリさんと愛さんだにゃ。ちょっと待ってくれ。こんにちは。うん、リンに花よじゃん。ちょ、やば、ちょっとやばいわ。まや、めっちゃデートしてるやん。キューティー、キューティー、二人ともどうしたか、やばやば、ちょ、やばいわこれ。お昼に美味しいラーメン食べに行こうってカヨチに誘ってる。あー、なるほどね、ラーメンデート。その途中でコナンさんたちに似てるなって人を見かけた。ちょっと待って、やばい。アゴの下なでなでしてあげよう。そうに、なでなで、やばっ、あ、やばいやばい、めっちゃ可愛いねんけど、あー、リンと花山を一緒に回らない。神、神、回ろう。え、いいの、いいよ、俺が許す、俺が許可する。私も全然 OK だよ。コナンは許可して、おお、一緒に行こう3人。あはは、ありがとうございます。おお、
うわちょっと待って、もう泣きそう、マジで。リンおすすめのラーメン屋さん紹介するよ。いやもうな、いいの？いや、こっちなんか全然話入ってこへんからまずいけどさ。もちろん大人数で食べた方が、いやもうこうなるのがもう夢やってんやんか。リンも乗りたい。俺も乗りたい。私も。人力車ってなかなか乗る機会ないし。あ、なんかこのセリフあったよな。このセリフなんかあったよな。人力車は観光ガイドで見た時から興味があったんだ。でも突然行っても乗せてもらえるのかな。いけるやろ。こんな美人来てみ、絶対乗せるって。予約がなくても乗れるところだから。いや乗せる、予約とかいらんやろ。こんなん来たら乗せるやろ。乗せろよ。でもヘリとも全然違うわ。いやお金持ち。人力車とヘリを並べるのは世界中でもマリーだけだね。いやもう可愛い、もうアイさんめっちゃ可愛い。だってもうスマホの裏にスターチップつけてるもん。もうあれやん、今日みたいにもうデュエルしてきてるやん。もうだからこそ新鮮で、スターチップ3つやで、相当強いで。うんうん、本当だね。もう一個食べようかな。お腹壊すよって言いたいところだけど、私ももう一個。めっちゃ気合うやん。いやさすが俺の推しやな。次は別の味かよ。気合うな自分ら。たくさん種類があって、ね、あーもう俺の推しが並んでる。どこか洗える場所でも服がびしょびしょになっちゃうわね。いやこれはちょやばいっすわ。あのこれなら私の家に行かない？行く。いや違う違う、俺わかんない。俺そういうか、すみません先生、そういう、そういう意味じゃないです。違います。あ、ほん、あ、あ、そう、あ、そういう、そういうね。ちょっと待って、いやもう、ほんま俺のためのイベントやんけこれ。もう言うなってもお前。スクールアイドルのこと、何でもわかるんだよ。そうやん。リンもミューズに入ることになってから、ここでいろいろ勉強して。データベース、アーカイブやでも、星の本だね。私参照で記念ライブ限定プレミアムカンパッチよ。でもこういうとこほんま好きな。うん、確か同じものだったほんま好き、ほんま好き。あ、てか地味に習ってた。色が違うかも。もう夕方だ、そろそろ失礼しようか。あ、もう、うわ、こういうこと言うやろ。こういうこと言うな。そうだよね、電車の時間とかあるし。でも3人もいなくなっちゃうから。こんなん言われたらさ。いやそんなシュンとした顔されたら帰りたくなくなっちゃうわ。いやほんまソリな、ソリ寄りのソリな。みんなの子犬に見られてるみたいで胸に来る。わかるやん、わかるやん。今日わかりてんかよ、カナンちゃん。アイさんたちまで花代の家に帰っちゃうの。そういう流れですよね、これ。全然大丈夫だよ。お、ええよ。カメ、カメ、お話し、まあ、とわたんだよ、そのもう、もう引っ張っちゃうの。迷惑じゃなかったら今日、うちに泊まっていきませんか。本人言うてね、お前引っ張っちゃうの。もう泊まったったらええの、もうな、もう泊まろう、みんなで。もう泊まったったらええの、もうこんなん。そりゃそうやで。もう夜なのにめちゃめちゃ元気じゃん。わかるけど。ちょっと待ってや、推し、推し3人揃ってお泊まり帰って。一番楽しい。あー、撮った。一瞬ちょっと止まっ、時止まった俺。いや、なんちゅう服着てるん、それパジャマ系。うわ、でも髪下ろしてるから、うーわ、おこー、いや、こうぼぼ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 ぼ、うわ、いいね。いや、もう愛ちゃんいいわ。いや、もう、そう、いや、あ、うわー、そのパーカー欲しみ。小学生の頃の写真撮り、かわいかった。あの頃の怪人はね、可愛かったよ。もうそれはお前可愛かったもんや、お前。
ほんまに。なあ。気にしなくて。こんなんやったもん、こんなんやったわ、ほんまにな。花代ちゃん、昔はメガネかけてたんだね。うわ、ちょっと待って。今は。もう、待って。このメンツで、そこを触れるってやばない。ミューズに入った時だよ。いや、もう、ちょっとこれ。それまでの私は、好きなことや、なりたいことがあっても、自信が持てなくて、諦めてばっかりだったの。でも、ミューズに入りたいって思った時、リンちゃんやマキちゃんが背中を押してくれて。あ、これ赤いやつよ。マリさんとカナンさんはいつから一緒にいるの？いや、なんか高校？リンちゃんや花代ちゃんと同じだよ。小学生の時にマリがチューラに引っ越してきて、それからダイヤも入れて3人でやっと一緒に遊んでたんだ。このメンツでそういう話をするんやな。その頃の写真とかないの？うん、おっちゃんいっぱい持ってる。おお、カナンもダイヤもチューラも。いや、もうこんなんやったもん。こんなんやったもん。ちっちゃかったもん。こんなん。いやいつかまたあの頃と同じようにだったらもう持ってなくてもいいじゃない。ん？ちゃんと繋がれたんだからあの頃よりもずっと強くね。カナ、そうね、今はあの頃よりもずっと強く、ハートの深いところで人生というゲームでたくさんの人。いや、もうみんなここ成長する。ここそう、今までレベルを上げられるかが勝利のキーね。そう、今めちゃくちゃマリーちゃんいいこと言ったよ。いろんな話をして自分をエボリューションさせましょう。エボリューション。いやー、見終わりました。いやー、はい。なあ、もうね、もう本当にまあなんとかな、率直な感想を述べれますとね、もう、本当に神。もうこれにつきますね、もう本当に。もうね、これ本当にまあ、もう運営さんも見てるか見ないかわかんないですよ。もうこれ別にね、そんななんかあれなんで、もう、いやでも、もし、もうなんか関わってる、携わってる誰か、うん、まあ誰かその関係者の方に、まあそれがこの動画が伝わっているのであれば、本当に、本当にありがとうございます。もう本当に、いや、もう多分ね、上さんもう僕と関係ないです。たまたま厳選したメンバーがこのメンバーやったと思うんですけど、僕からしたらもうほんまにね、もう生きててよかったよ。もう本当にこれはもうなんだろう、もうこれずっとアーカイブ載るんですか、これ。ストーリーっていつでも見れる感じなんですかね。期間中だけが分からへんけども、これ何回でも何週でも見れますね、これ本当に。もう、まあ、いい、自分のいい言い方をしたら、もうほんまに僕のためのエピソードでした、もうこれは。で、もう正直ね、動画としてはね、すごくもう高まって、あーって言い続ける動画なんかなと思ったら、めちゃくちゃやっぱ深い。いや、もうこれがやっぱりそのラブライブなんやなっていうのはすごく思いました。ね、最後のマリーちゃんがまあ言った通り、やっぱりたくさんの人と出会って、やっぱりそういうね、こう切磋琢磨してこうレベルアップしていくっていうこと、これもうほんま皆さんためになったと思います、本当に。ただただワイワイガヤガヤ騒いでるってわけでもなく、なんかね、そういうところを若干ね、やっぱりこう伝えてくる、まあ心にこう訴えかけてくるっていうところがね、ちゃんとあったんで、本当に素晴らしいと思います。だから2つの意味でもう僕は大満足です。もう本当にありがとうございます。もう僕は生きててよかった。もうこのストーリーのために、もうだからこのカップリングですよ、もうこれのためにも僕本当にスクスタに求めてたのがこれですよ、本当に。一番もうなんならね、もうカナンちゃんとアイちゃん、まあ11、まあ花代ちゃんとアイちゃんとか、そういうカップリングだけもうよかったらそういうの作ってほしいなぐらいのレベルで思ってたんですけど、まさか3人まとめてね、ずっと3人喋るっていう、いや、もう僕にとったらアドバンテージでしかないわけですわ。もう本当にもう何回でも言うけどさ、で、幽霊やイスレア枠ってね、あの豪華な枠もね、入ってたわけですし、もう本当に言うことはないです。本当に素敵なストーリーをね、見届けることができて大満足です。ということで、いやー、もう本当にまあ皆さんもね、ぜひぜひ、まあ僕、これ動画編集したのは、一部だと思うんで、ぜひぜひね、ポイント貯めてもらって、イベントエピソードじっくりね、全部すべて読んでもらえれば、すごくね、いい内容なんでね、おすすめかなと思います。まあこれを機会に皆さんもイベント頑張って、なんならね、羽男ちゃんの UR もぜひぜひ、125,000ぐらいで、取れますので、頑張ってちょっと入手してみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画はこちらまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。レイゲルンでした。
て、じゃあキャラが覚醒したエピソードでも覗きに行きましょうかね。